A38 バリアント風評戦車は、第二次世界大戦中に試作されたイギリス軍の戦車である。設計のひどさから悪評が高く、戦後には戦車技術学校によって試作者が、その恐るべき教訓を学生に教えるために保管された。バリアントとは、英語で勇敢な価値のあるの意。A38 バリアント風評戦車は、 重装甲で可能な限り軽量な突撃戦車として計画された。意図したところはエクセルシアー重突撃戦車と同じであるが、エクセルシアーよりもはるかに軽量な車体を目指していた。バリアントはたった27トンの重量で重量40トンのエクセルシアーと同じ114ミ、mm、リメートルの正面装甲を備えることを構想しており、これはどこかの点で受諾したい妥協をする。 ことによってのみ、ようやくその主要な目標が達成できるものであった。イギリスの戦車設計が低迷期にあった上に、戦時の逼迫した生産体制のため、走行戦闘車両の設計経験がない、重工業会社に開発を任せざるを得なかったことも加わり、このテリブルプライス・フォー・ザ・ウェイとコンセッションは、対戦中のイギリス戦車として、最悪と思われるものに仕上がった。 イギリス陸軍戦車技術学校では、学生たちは、家庭終了時に教材として保管されていた本社の点検を行い、設計上の間違いを見つけて良き反面教師と、するように、とされた。当社を表して、One Hopes They Started a l i n The Morning。学生たちが早朝から、間違い探しを始めていれば良いのだが、との言葉が残されている。 ボービントン戦車博物館で展示されるバリアントイギリス軍当局は極東で用チール小型で重装甲な戦車を作ることとし1943年12月に交付された設計概要で3種類の試作車を要求した。それは A33 エクセルシアー銃突撃戦車と構想の点で同様とされたが同車の40トンより軽量であることとされた。 この概要では速度よりも防御性能が重視されており当初はビッカース社が選ばれたビッカース社のオリジナルの計画は同社が設計したバレンタイン風評戦車の部品を可能な限り用いるものだったと推測されるがこの要求に対してはるかに軽量な バレンタイン風評戦車の駆動装置は明らかに能力不足とされ、またエンジンの出力も大きく不足されているとされた。そのため、全体としては、バレンタイン戦車の構成を踏襲するとされながらも、より大型の全同型天輪を備え、より馬力の大きなエンジンを搭載するものとして、設計が行われた。しかし、すでに第二次世界大戦が始まり、 ビッカース社はすでに戦車をはじめとした各種兵器の開発、生産で手一杯であり、既存の戦車の発展型とはいえ新規の戦車を開発している余裕がなく、試作車の生産すらままならない状況であった。そのため、実際の設計、開発作業は、系列会社のバーミンガム鉄道輸送、車両会社に委託され、さらに最終的には、 ビッカース社の子会社である、ルーストホーンズビー社へと委任された。両社ともに、走行戦闘車両、特に戦車を開発した経験に乏しく、ビッカース社と軍の支援が得られるとはいえ、いきなり任されるには手に余る事業であった。1944年には、ホーンズビー社により試作車一両が製作された。この試作車は、 全体的なシルエットはバレンタインに類似しているものの、大型の砲塔を搭載し、より近代的な足回りを備えていた。最も大きな類似点は、エンジンの選択であり、アメリカ製のゼネラルモーターズ6004に、ストロークディーゼルエンジンが搭載されていた。走行には、ボイラー用の軟鉄製鋼板を用いたため、非走行であることを示す注意書きのプレートが、 車体前面に付けられている。1945年5月、チェルシーにおいて、戦闘車両検査協会が行った、干渉装置の能力検査が行われた。試験初日、本社は簡単な課題を与えられたが、路上を約 21km 走行しただけで放棄された。操縦手はこの時すでに疲労しきっていた。 走行レバーが非常に重く、操作するには全体重をかけねばならず、操縦席の位置が、各種操作がやりづらい位置にあり、操縦にあたっての肉体的負担が大きいものであった、ためである。さらに、制動しきれない場合には激しく跳ね返ってくる、フットブレーキペダル、同じく変速操作が成功しない場合には高速で、反発する変速レバーの操作は操縦手を負傷させる。 危険を招いた。試験続行は、不可能、かつ危険として、担当検査官は検査中止を決定し、また、インヒズ・オピニオン・ザ・エンタイプロジェクト・シュッド・ビー・クローズド、との判断を下した。そして、バリアントの開発計画は、そのように処置された。一両のみの試作車は、戦車技術学校で保管され、現在は、ボービントン戦車博物館に展示されているが、 ここでの解説でも、ワン・オブ・ザ・ワースト・タンクス・エバービルトと国評されている。バリアントの外観は開発経過が示すように、バレンタイン風評戦車に類似しているが、後半の溶接で構成されたバレンタインとは異なり、マチルダ風評戦車に似て、大型の鋳造装甲部品が、相互に描接された構造となっている。干渉装置は両側面に、同サイズの天輪を6つ装備し、 ボギーの代わりに、独立に差干渉ユニットをそれぞれ備えた。これらのユニットは戦闘走行時の脆さに対して、懸念が提されたものの、バリアントは、不整地での本格的な走行試験を行うことは、なかった。駆動は、後部の210馬力ディーゼルエンジンによる。この低出力から本社の想定最高速度は、時速 19.2km に制限された。 不評戦車、駆逐戦車として運用するなら、この速度で十分だとされたが、対戦後期の戦車としてはあまりにも低速であり、しかも開発時には、すでに最新鋭のセンチュリオンが完成していたことを、鑑みれば、もはや時代遅れであった。後のバレンタインエイトと、クシーに続き、手法には、オードナンス QF6 ポンド砲、または、 オードナンス QF75mm 砲を搭載する予定であり、イギリスの初期の不評戦車で問題となった砲塔が狭すぎ、必要な数の乗員を収容できないという問題に対処するため、砲塔は乗員3名が余裕を持って乗れる容石を確保していた構造としては垂直に近い面構成の砲塔側面と中造の砲塔正面装甲を 左右それぞれ5機の大型ボルトで結合したものであり、この結合ボルトは、本社の外観上の特徴の一つともなっている。これにより、技術的難度の高い工程を回避することができたが、その代わりに大きく重く、被弾に弱い構造になった。また、それまでのイギリス戦車と同様の内装式棒立ては、近距離からの精密砲撃に対して、大きな弱点となった。 もう一つの脆弱性は、車体前方基準を装備していなかったことである。このため、不評支援に用いられる戦車でありながら、敵不評を近距離で攻撃する手段が少ないという問題を抱えていた。バリアントの設計を発展させたバリアント2が1943年後半に注目されたが、計画がそれ以上に進むことはなかった。さらに、 1944年2月、10バリアントに関する、より詳細な議論がなされた。この2種は、同一車両であるとも考えられ、若干の文献では、そのように記載された。実際には10バリアントは、バリアント2とはかなり異なる車両で、バリアントの砲塔と操縦室を、A33 エクセルシアー戦車の車体に移設した、もので、 喧嘩装置もエクセルシアーの T1 型を用いていた。車体正面走行は 228.6mm、砲塔正面は 254mm 厚だった。総重量は42トンとされ、走行厚みが2倍になるにもかかわらず原型のエクセルシアーとほぼ同等と推定されるが、車体がより小型化された設計とされていたのは間違いない。 問題とされたエンジン出力は重量に対処して2倍になり、新規に小型のロールスロイスミーティアライトエンジン及び改良型のトランスミッションが用いられた。砲塔は2人乗りの小型砲塔となり、美砲は戦闘戦車の 95mm 榴弾砲に換装されている。これは社長が総天手を兼任しなければならない。 という初期イギリス戦車の問題を再発させるものであった。ジューバリアントは1945年1月試験のために試作車両がラルワース後部の近辺へ輸送されたという記録があるが他にはいかなる記録も存在しない。ありがとうございます。